こういうものは、大変重要な文献として出ておりますので、そこで私も返礼記を作ってみようと思いました。ちょっと字がちっちゃくなっておりますが、赤い文字で書いておりますのは私個人のことではなくて、国家、特に漢字に関する、今日お話しすることに関する、一つのポイントの流れでありまして、一つは1946年、終戦直後の昭和21年11月に、当面の間用いる漢字の一覧表として東洋漢字表というものが作られます。で、さらにその2年3年後ですね、49年4月に東洋漢字自治体表と、私の、意見ではこれが諸悪の根源と、現在の漢字の混乱をもたらしているのは、基本的にはこの東洋漢字自治体表というものが諸悪の根源と私は考えておるんでありますが、それは今置いときまして、その2年後に私は生まれました。今小学校、中学校、義務教育を進みまして、高校を出て1年浪人をいたしまして、1971年の4月に、もう今はありませんけど、文学部の本館、当時は教養部でしたから、ここへ入ったのが71年4月で、その頃古い時計台です。こういう写真って撮っとくもんですね。今これ紙媒体をスキャンしたら、残るので、これちょっと寸詰まりになっておりますけど、もうちょっと縦に長かったんじゃないかと思うんでありますが、昔の時計台、年配の方は懐かしい時計台の写真でありますが、をバックに夕方の4時半ぐらいだったかな、文学部の中庭で発表がありまして、その頃は名前が全部書かれておりましたから、今そこに総人の合格発表、まだ今日も貼ってありますが、番号だけですよね。なんか愛想ないなという感じがするんですが、我々の頃はちゃんと名前が出ておりました。まあ、その発表を見てからあと、撮った写真でありますが、こうやって71年に入学をいたしまして、4回生出る時に、定小陸書略に見える文字学の方法について、これは私の卒業論文のタイトルでありまして、定小というのは北宋から南宋にかけて生きた歴史学者というんでしょうか、大変その、範囲の広い研究者、学者でありまして、彼が文字学のものを書いておりまして、それをまあ卒論で取り上げました。これはもちろん原稿用紙に手書きであります。で、文学部はその頃、卒論は哲学、史学、文学全部50枚でしたっけ。修論は確か史学科と哲学科は100枚で、文学科は50枚だったかなという記憶があるんですが、卒論も修論は77年に陸書の成立に関する1考察、これも修士論文として提出いたしました。で、まあ卒論と修論を75年、77年に大きな原稿用紙に、その頃昔の彼女が誕生日にくれたパーカーのペンを後生大事に使っておりまして、それをもう本当に宝物のように使ってたパーカーの今でも持っておりますが、それでポツポツと書いてたのを覚えております。その77年に私が修論を書いて、まあ翌年に翌年というかその年にドクター博士後期に進学を許されて、博士後期課程に入った78年の3月に、JIS 漢字規格ですね、情報交換用漢字符号形というややこしい名前でありますが、要するにパソコンや、ワープロで漢字を使うための、統一コードですね、が初めて作られるのは78年の日本公用規格であります。これがないと電子機械では漢字は使えない。それが初めて作られたのは78年で、それが作られたので翌年79年の2月に東芝が JW10 という機械を発売いたしました。 JW というのはジャパニーズワードプロセッサーで、点で、この右側のこれがそうなんですが、電子ピアノ、エレクトーンぐらいの大きさでありまして、ここに椅子がある。これが、これフロッピーディスクかな、これハードディスクかな、モニターがありまして、キーボードがありまして、ハードディスクがあって、プリンターがあって、フロッピー8インチフロッピーというのは、この頃の学生諸君はもう3.5インチフロッピーすら記憶にないという世代ですが、私どもは最初8インチフロッピーというペラペラの下敷きを正方形にしたような、
やつを、ここに、入れたはずであります。これが630万円で発売されました。私が、79年2月ということは、私は D3 になる直前ですね、D3 になる直前に630万円で、漢字かな混じり文をキーボードから入力した日本語をコンピューターの力で漢字かな混じり文に変換する機械というのが初めて発売されました。漢字は機械で書けないというふうに言われてた神話はこの機械によって、崩れます。ただ630万円というのはちょっとびっくりする金額でありました。でその 時の物価はどれぐらいのものだったのかというのをちょっとあちこちネットで、調べまくりましたんですが、大卒の初任給は10万5千円ぐらいであったようであります。で東京のタクシーの初乗りが380円で、京都のお風呂屋さんは170円だったようであります。私は今でも覚えてますが、京都の市バスが80円だったんじゃないかなという記憶があります。あの入学した時は市電が20円でバスが25円でした。やがて市電が25円になってバスが30円になって、今のあの人間の向こう側に吉田食堂、教養部の中に吉田食堂がありまして、握り寿司ってメニューがあったんですが、確か80円、どなたか覚えてらっしゃいませんか、80円で吉田の食堂で握り寿司があった。時計台の地下にあの食堂がありまして、そこは SAB という名前で定食があったんですが、 S が100円だったというしょうもない話ばっかり覚えておりますが、まあ、そういう100円とか200円とか、その頃奨学金がドクターの奨学金が5万円足らずだったと思います。京都で学生生活を送るのに普通に暮らしてて、ね、月7万もあればまあなんとか下宿してても生活そんなに切り詰めた生活ではないという時代に630万円という金額でありました。私の友人で車の非常に好きなやつがおりまして、昼ご飯も食べずに一生懸命バイトして、一生懸命お金を貯めてサニーというあのファミリー向けの車を85万円で買いました。大きな話題でした。あいつ車買うたらしいな、そうらしいわ、85万円ですごいな、というのが私どもがドクターの時代でありました。その頃東芝が発売した日本最初のコンピューターの力で漢字かな混じり文を書く機械は630万円でありました。これは一体誰が使うんだ、とうとうこうなったかという感動と、そしてこれは一体誰が使うんだ、大企業の中でも1台あればあのまあ、ワープロ様というぐらいでしょうか。でそれが、79年の2月でありまして、81、その2年後私は文学部の助手に採用されました。初任給は今でも覚えております、4等級8号砲16万4000円という初任給が、当時48と、言いました。4等級8号砲が一つの水準でありまして、北海道とか沖縄とかまでの出張はあの48以上は飛行機が使える、で48以下は飛行機で行くとあの服務規定違反になるということを、あの亡くなった清水茂先生から、教えていただきまして、君は48やからあの沖縄で学会があったら飛行機代が出るけど、残念ながら今年は学会は東京やという、大変残念なことでありましたけど、その時あの額面は16万4000円というのを今でもあのはっきり覚えております。その時、東芝が最初に作った機械は630万円でありました。このことはちょっと覚えておいていただければと思います。その後81年に常用漢字表ができました。常用漢字というのは戦後すぐ あの漢字廃止、漢字を廃止するためのお視野に入れた東洋漢字表がさまざまな歪みがありましたんで、安さもさして81年に常用漢字にバージョンアップをされました。1850字であった東洋漢字は常用漢字で1945文字に増えました。そして漢字の制限から日常の使用の目安というふうに常用漢字が変わったのが81年であります。
その翌年に私は静岡大学人文学部というところに赴任をいたしまして、2年目の夏のボーナスでシャープの書院というワープロ専用機って、この頃大学の授業で学生さんにワープロ専用機っていうのを喋ってもほとんど通じない、今日は大変通じやすいから喜ばしい話でありますが、ワープロ専用機ってそういえば子どもの頃なんかおじいちゃんが使ってたのを見たことありますという学生がおりましたけども、今でも作ってるのがなんかあるんだそうですけどね。私は、夏のボーナスをはたいて確か35万円ぐらいだったかなという記憶がありますが、自分の机の上に乗る、電子レンジぐらいの大きさでしたかね、これが、ネットで転がってたシャープの書院、これと同じ機械かどうかは分かりませんけど、こんな感じの、電子レンジぐらいの大きさでありました。これが自分の机の上に乗るというのはものすごい嬉しかったのを覚えております。その5年前630万円で始まりました。静岡大学にいた時に、なんかその学科に予算がつきまして、みんなで使えるワープロを買おうということで、機械に詳しい方が機種を選ばれまして、理工の、なんとかいう機械260万円ぐらいの機械を購入することになりまして、その260万円の機械どこに置くかで、その予算はワープロを買う予算は確保できたんですが、その機械を置く部屋に鍵をつけなければいけませんので、その鍵を取り付ける経費を捻出するのが大変だったという、大変バカみたいな話があるんでありますが、そうやってワープロ様の部屋ができると、歯医者さんの予約診療みたいなもんで、月曜週2回申し込めるんですが、月曜日の何時から何時までと、本当に歯医者の予約診療みたいなもんで名前を書いて、1時間ほどやってるとあっという間に時間は来るわけですね。で、次の順番の人が来ますから、書いた部分をフロッピーにセーブして、また今度は木曜の4時からやなというような状況であったのが、自分の机の上にこういうこういうものが乗るというのは、それは本当に嬉しかったのを覚えています。で、用もないのにワープロでカチカチ手紙を書いて送りつけて、随分迷惑がられたこともありましたけども、大変嬉しかったのを覚えています。その後、その翌年85年には初めて漢字学という本を出させていただきました。これは原稿用紙に手で書いています、手書きで書いた本でありますが、それ以降、京都産業大学、これ外国語学部、間違っております、京都産大の外国語学部に行きまして、89年に2冊目の本、図説漢字の歴史というのを出させていただいたんでありますが、これはシャープの書院で書きました。2冊目の本から現在に至るまで、基本的には電子的著述をやっておりますんで、1冊目だけ手書きで書いて、2冊目3冊目からは基本的に機械を使って書いています。その以後買い替えたワープロは限りなく、もちろん近年になるとパソコンになりますが、ものすごい買い替えをやってきたと覚えておりますが、そもそも630万円で発売された時に、一体これは誰が使うのかというのは、多分具体的なイメージは、今でいう経済産業省ですね、当時通産省、中小産業省と言いましたが、通産省でも、文部省でも、多分機械で日本人が、多くの日本人がキーボードを叩いて漢字仮名字文を書くという時代なんか想像もできなかったに違いない。で、JIS 漢字コードというのは日本企画協会が作るものでありますが、そこには、経済産業省、当時の通産省、が管轄をするものであります。一方常用漢字というのは文部科学省、当時文部省でありますが、文部省が常用漢字を作る、通産省が、JIS 漢字企画を作る、両者の間ですり合わせなんていうのは全く
全くありませんでした。時間的には JIS が78年で、やがて83年に JIS の、83 JIS ができますが、一方常用眼鏡は81年でありますが、その間文部省と通産省がそれぞれ全く別のところで漢字の規格を作っていて、両者の間に、渡る矛盾というのは一切何の、手当てもされなかった。それはその頃の認識から考えると600万円もの機械を増して日本人がキーボードを叩いて文章を書くということは役所でも一般のユーザーでもほとんど考えられもしなかった話であります。ところが兄はかなんや、あっという間にこれは普及いたしました。一つはメーカーの努力です。あの機械は驚くべきスピードで安くなりました。あの、あるいは覚えてらっしゃる方おられるのではないでしょうか。高見山というあの力士が片手ではプロロスで富士通のマイオアシスというちっちゃいワープロ85万円でした。で僕のワープロと高見山関はタップダンスができますんで、テレビコマーシャルで富士通のマイオアシスという機械を高見山が片手に乗せてタップダンス、タキシードでタップダンスを踊るコマーシャルがあった。で片手に乗るワープロ、それは高見山から乗るんやという話もあったんでありますが、それでも85万円、お85万円やったらうちのオフィスにも買えるな。あの民間の中小企業が、電子的に文章を書くようになったのはマイオアシスが爆発的なヒットでありました。85万円ってめっちゃ安い金額でした。驚くぐらいの、うちの会社でも買えるというのはおそらくマイオアシスからです。でそれからあともうどんどん下がりました。私が買ったのは割と初期に買った方でありますが、それでも30万円ぐらいしました。子供が生まれて1990年から91年ぐらいに、誕生日のお祝い何が欲しいと娘に聞いたら、ちびまる子ちゃん仕様のワープロが欲しい。そんなんどこに売ってんねや、おもちゃ屋さんに売ってる。3万5000円でしたですね。90年の話であります。というふうに91年かな。でこれは驚くべきメーカーの努力、しかも値段はどんどん、売買ゲームと反対で2分の1 2分の1ゲームで、さらにはあのスペックはどんどん前の機種よりはるかに、超えていくというものが各社思い切り出しまして、それからもうほとんど30年の時間が経ちました。まあ今は言うまでもなく、そのインターネットの時代でありまして、ブログというものが大流行しております。かつて私が子どもの頃、小学校中学校の頃、 PTA のなんかあの、冊子、あるいは町内のバス旅行の、案内の、チラシを作るというのは、もうみんな押し付け合いです。いや私は文章下手やからあかん、あの人上手で、いやあの私んちが下手やからあかんわ、そらあの田中藩がええんちゃいますか。みんなその文章を書くというのは押し付け合いでした。頼まれても絶対に文章、それだけは許してください。であの今日も覚えてらっしゃると思いますが、皆さん方中学校の頃ぐらいにガリ版でなんかあの文集かなんかを学級委員かなんかになったら、ガリ版であの書かされたというご記憶はありませんか。このガリ版が通じないんですよ。学生に授業でガリ版というのがピンとこない。で今日はそういう説明しなくていいのが本当に楽でありますが、でその我々私もそうですけど、ガリ版で文字を書くっていうのは字の上手さがもうもろに出るわけですね。で私はそんなんあかんあかんと、もうみんな押し付け合ってたのが、この頃ワープロが普及して、パソコンが普及して、あっという間にあのそういう文字は、あの私その、バス旅行の案作りますから、あるいは頼まれもしないのにブログというのがあんたにあの日記を公表してくれて、誰も頼んでいないのに自分の側から昨日どこどこでラーメン食べたらめっちゃ美味しかった、頼まれもしないのに文章を思いっきり書く人が一人や二人じゃないですからね。ものすごい数が今いらっしゃる。これは多分日本語の漢字から文字文の表記が始まって未曽有の事態だろうと私は思っています。それはだってラーメン屋さんに行ってカウンターに座ってチャーシュー麺と注文して、チャーシュー麺ができるまで、あ、そやそやそや、あいつにメール書かんとあかんねやと、そのまでチャッチャッチャッと漢字から文字文のメールが書けますね。これは日本語の言語生活を根底から変えたことだろうと思います。
さてそこでこれを一体なんでこんなことを声を大にして言うとるかという話であります。